皆さんこんにちは、ビーレジェンドの染田です。こんにちは、リアスターフィットネスの辻本です。辻本さん、前回ちょっとサーフパンツについて、はい、お話しさせていただいたんですけど、はい、まだちょっとね、買ってないんですよ。今日はちょっとその大会に向けてタンニングについて、あ、はい、ちょっと教えていただきたいなと思ってまして、はい、やっぱ全然色が、まあでもそんなに今焼いてないですか。ちょく行ってますけど、あ、やっぱ行ってるんです、はい、僕はもう全く行ってない状態なんで、まあ大会までどれぐらい焼いたらいいのかとか、その辺もちょっとお話を聞かせていただければ。僕はみたいな感じでいいですか、ね。はい、あ、もちろんそれは参考になるんでまず多分その日焼け合う合わないって絶対にあると思うんですよ。そうですよね。夏とか日焼けした時、僕はなんですけど、最初でちょっとやっぱり多少赤くなるんですけど、はい、そんな真っ赤にはならずにすぐになんていうんですかね、こう馴染むような体質だと思うんですよ。じゃあなんか出そうな感じは、あ、ほんですか、わかんないですけど、まあだからもうすごい赤くなって肌が荒れてとか、はい、やっぱそういう方もおられるんで。そうですよね。そうするとなんか無理に日焼けしても、はい、あの体のダメージがすごいから、はい、あのまあほどほどにして、はいはいはい、あの今セルフタンニングとか、はい、こう結構認められてる、はい、あのサロンとか、はいはいはい、スプレータンニングとかっていうのがあるので、あ、はい、まあ、そういうのを積極的に使ってもらったらいいかなとは思うんですよ、はいはい、で基本はでもまあ下地ってこうある程度黒い方が、はいはい、あのステージってめっちゃパンってなってるじゃないですか。眩しいですよね、はあ、ライトつくとやっぱりこう筋肉のはい、こうラインがぼやけちゃうんで、はい、なるほど、やっぱりこう黒い方がやっぱステージングは入ると言われているので、はい、まあ、皆さん黒いんですよね。なるほど、はい、で黒ければね、僕は黒い方がいいと思うタイプなんです通りで年中真っ黒なわけですねそう、はい、なんかステージに立って、はい、いや黒すぎてやばかったわとかはないのかな。あ、なるほど。そのあ、なんか甘かったな、ちょっとタンニングもうちょっといけばよかったとかはあるかもしれないですけど、はい、なので、ね、僕の場合はオフの時でも、はい、まあ、月に1回とか2回とか時間があったら、はい、ちょっとこうメンテナンスで、はいはいはい、あのタンニングに行ったりします。なるほど。あのなんかいきなりゼロになってもう一回一からやるのってちょっと気合いいるんで、はい、まあ、ちょっとずつ残しつつで、コンテストが近づいてきたら、はい、ちょっと頻度を頻度増やす上げていって、もうなんか麻痺してくるんですよ、そうなってきたら、はいはい、まだまだいけるんじゃない確かに夏にかけるにつれて辻本さんがどんどん外人の方のような色になっていくんで、なんで、はい、あとマシンとかでお店いろいろあると思うんですけど、はい、初心者用とか、はい、あのグレードがあるんですよ。そうなんですか。すごい焼けるやつとか、はい、そこはあの店員さんに聞いていただいて、はい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 、あの日焼け、まあ、これぐらいの肌色だったら、はい、まあ、最初これぐらいから始めてくださいみたいなのがあるので、る、はい、まあ、そのアドバイスを聞いていただいたらなとは思います。なるほど、はい、どれぐらい前から、何ヶ月ぐらい前から頻度を増やしていくっていうのと、まあ、だから、はい、どれぐらいの頻度でいくのかっていうのをちょっと大会の2ヶ月前ぐらいから、はい、まあ、週2回ぐらい行けたらなみたいな感じでは思ってるんですけど、はい、ある程度余裕を持たせたいので、はい、あのそれで行って、で大会1ヶ月前も同じような感じで行くんですよ、はいはいはい、でよく言われるのが日焼けするとあの肌のダメージも、はいはい、あのあるので結構むくんだりとか、こうするみたいな、なんかイメージしたらこうバーンって日焼けしたら赤くなって、ホテル感じになるじゃないですか。ありますね。ああいうので肌感とか変わるかもしれないんで、はい、その何日か前はもう休めるとかっていうのも、まあ、説ではありますね。なるほど。で、さっきも言ったように、はい、全然焼けないと、はいはいはい、こう吸収しない人もいてると思うんですよ、はい、なるほど。で肌もしんどいと、はい、でこれ去年買ったんですけど、はい、セルフタンニングローションって、おー、なるほど、コンテストブラック、これ、はい、自分で、はい、あ、塗るんですよ。なんか塗ってましたね、鈴木さん。手ちょっとさようなやつですよね。これなんかね、素手でいったらやばいんで、はい、ゴム手袋はめて、はい、こうやって、はい、塗って、はい、まあ、やり方書いてあるんで、はい、やると多分結構黒くなる。これはじゃあもう前日とか当日、2日前とか3日前ぐらい、はいはいはい、当日やっちゃうと色残っちゃうんで、はい、あ、なるほど、はい、だから3日前、2日前で、はい、こう重ね塗りして、なるほど、仕上げるみたい
これ、はい、ちなみに塗って、はい、お風呂とか入ったら落ちないですか？こすったりしたら落ちるって書いてるんですけど、はい、まあ普通にこう流す分にはそんなに落ちないと言われてます。ただあんまり塗ってからはゴシゴシお風呂も使ったりとかはされない方がいいとは思うんですけど。なるほどね、はい、じゃあ辻本さんはあれですね、こうしっかりタンニングで焼いて下地をすくっていって、はい、で3日ぐらい前とかになってこういうのでしっかりと、そうですね、とか、まあ、今サロンでやられてるような、はいはい、スプレーでスプレータンニングですね、はい、やっていただくこともあります。まああんなんが一番いいと思いますけど、ね、あ、そうですか、はい、なるほど、うん、だから4月ぐらいからなんか、はい、ちょっとずつ週に1回でもいいんで、はいはいはい、入って弱いこう、はい、マシンから入っていって、はい、で5月ぐらいから週2回そうですね、で肌の感じとか、はい、調子を見て、はい、いけそうだったら、はい、どん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 増やしていってもいいと思うんですけど、4月だったら外でもいいじゃないですかね、はあはい、全ピンピ、あ、屋上で、はい、ちなみに、つぶさ焼くときなんかローション塗ってあるんですか？塗る時もありますし、もう塗らない時もあるって感じで。それはもうなんか肌の感じを見てとかそういうこと。入る前にね、塗った方がいいですよって言われるんですけど、はい、なんかね、塗ったらね、焼きが甘い気がするんですよ。あ、これはでも参考になるかもしれない。なるほど。上挟んでるんで。ああ、はい、コーティングしてちゃ、しちゃってるからどうですね。じかに吸収したいっていう感じです。まあそれも個人差とかあるんで。はい。はい、ありました。はい、これで、ね、見ていただいてる。お客さん、僕が動画更新するたびにつれてどん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 と黒くなっていく様を楽しみにしていただければいいかと思います。じゃあね、今日のね、このタンニングのね、方法参考になったっていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。